120。おマジで番長を座れる番号で6が期待できるんであれば行くっていう風に公言してるんで、僕行きましょう。4番だから絶対座れるからね。おはようございます。あ、待って、6台あんだけど。じゃあ角だな。え、ミサオパネルなんだが。おはようございます、しんのすけでございます。やってきました、コンコルド袋井高尾店。 JR 袋井駅から歩いて5分、はま寿司の横にあります。素敵なお店。入場抽選並びが120人で、私いた番号はなんと4番ということでございまして、で番長4、4台しかなかったところ、どうやら2台増えましたね。はい、6台なんで確実に番長4いける。かつ先月ぐらいから頑張り始めて、番長4には6も期待できるであるなら、バンバガをやらない手はありませんね。はい、なのでちょっと番長4設定6狙っていきたいと思いますんで、もうそれ以上でもそれ以下でもないですね。6じゃなかったらやめます。頑張ります。さあ、それではバンバカ行きたいと思います。ミサオパネルということでございまして、若干テンションが上がってしまう。おいしいぜ、ファーストサマージャクシェリーからの夕方でも、皆さんお分かりの通りね、この番長4の設定4、設定5はちょっと安定感がなさすぎて、番長4初打ちのパーラバンビーで打ったあれが設定5だったんですけども、あれも6万使って3000枚でまくったっていう、やっぱ5、6万はデフォルトに入っていくのが設定5であり設定4なんですよね。でおそらく2回前のバンバガかな、横浜で打ったやつがあれ6だったと思うんですけど、まあ、ちょっとまだご覧になってない方はね、あの過去動画2回前のバンバカ横浜のやつが6の番長4、全然はまらない、安定してる挙動なんですよ。とりあえず速攻性のある判別要素としては、対決、確定対決ですね。通常 A 通常 B いるときは5分の1、約 20% で設定6は確定対決進んできます。でこれチャンスモードになると4割確定対決になるんで、6の場合だからやっぱり AB なのかチャンスなのか、通常時のモードカンパですよね、モード判別はしっかりしてる、はい、ちょっと内容がもう話にならないですね。焦ったね。でこの後よ、要は高設定ほど A 以外に行くってことを考えると B がいいわけ、最低でも。よし、これで一応 B なんで、一応ギリギリ最初のハードルはピョンってピョンって飛んだ感じだよね、ピョンって飛んだ感じ。で、まあ、1の0だよね、40ポイント。さあ、一応51ゲームから全長。これこのまま特訓対決つながればチャンスモードっていう判断をします。OK! で、このおっと暑かったね、今マチコ先生の張り紙でございましたね。これでチャンスモードおそらくいると判断するわけなんで、まあ
B でも選ぶは選ぶんでなんですけど、仮にチャンスモード本当にいてる場合は6で4割ぐらい、 41% だったかな。で1でも 35%、 要は3分の1で確定対決持ってきちゃうんで、確定対決持ってきてくれるのに越したことはないんですけど、持ってこれなかった時の方がやっぱちょっと嫌だよね。内容弱いよ。カオルさん、カオルさん、カオルさん、ものすごく内容弱いよ。閉まるよ。閉まんないの？あ、だいぶきついねこれ。もうやだ。おい、いきなり強くなったぜ。ボタンちゃんのベル否定は強いぜ。おー、これ確定で良さそうだな。対決しない、もうほんと確定ですね。ミサオパネルのミサオ国士だから最高だよね。で実質ゲームは408ゲーム。間違いないな。さあ、ミサオパネルでミサオで告知してのミサオ BB で参りたいと思います。3回引いてるな。ちょっとお前ここちょっと頑張れよ。あーダメ、もう、ほらね。うわー、これはちょっと好きになったね。1ゲーム目宗次郎のリプレイからの当たってました。ありがとうございます。よし、これで2000枚目標。そんな甘くないよね。さあ、ただこれ総じろポイント40ポイントは溜まってるんで、一発二発のレア役で宗次郎特訓は確約できるとは思うんでですね、こう非常にインポータントフェーズですよ。インポータントフェーズ。うわ、ここでチャンス目は本当大事だな。オーライ、よし、まあ、発展ゲーム数はあまり普通でしたので、ここ自然体でいきましょう。自然体で、ここ自然体でいき、あーか、ありがてー。あー、もうやだ、もう負けないで、本当負けないで。あ、大丈夫そう、大丈夫そう。うん。よしよしよし、はい、引き戻し。90ゲームね。黄色なんで不学スタート。どうやっても24間に合わないもんね。ようやく18、あと6回。あー待って、あと4回。で郷大師はどう？あと4回、あと3回で郷大寺はどう？あと3回だよ。ねえ、ちょっとねえもう何やってんだよ。おっ、いったよ。自然体だな、もう自然体、本当に。ナチュラルボール。
染まんねえな。もう次のゲーム叩けないんだけど。ナチュラルレバー、ナチュラルレバー。変だよマジで。本当お前覚えてろよ。おお、とりあえず小さ弱ね。2回目の画面で小さ弱、まあ悪くないね。やっぱ今のところ本当ちっちゃめのハドルをこう足引っ掛けそうになりながらこう飛んでる感じ。うん。まだマイナスね。まだマイナス。まあ難しいね。いやー消えちゃったよ。ただ今見逃さなかったのがまた B 以上ですよね。だからまだこの台 A がないんですよ。これはやっぱり本当に相変わらずこう足引っ掛けそうになりながらなんとかなんとかこうハードルをクリアしてる感じ、うん、お来ましたよボタンちゃん来て。53ゲームから全勝。モード以降の流れを踏まえると AT 引き戻しモードでチャンスモードこれも悪くないですよね。チャンスモード2回の B1 回ですから今なんだったらこれあるからね。さあこれはもう当たってもああ昇格したね。はい、オーケー、スリーシャット。129ゲームは実際は110ゲームだったかな。これはあるね、うん、4以上はもうあると思う。あとはその4、5なのか6なのかっていう見極めをこの後していきたいと思います。はい、よし。しかもこれ不学スタートだよ。これを黄色だとちょっと安心するよね。もう一つ、おし、この押す番組は胸熱だ。チャンスモードですね。はい、チャンスモード。これ内部的におそらく混合見に行ってのジャッジメントを引っ張ってきたっていうパターン。赤だ、赤だぞ。あーくそ、もう大丈夫だろ、これこれさすがに大丈夫だわ。あーやべ、ちょっと番長面白いな。行こう行こう。おいしてるぜ。50、まあまあ十分ですか、十分ですか。10加えられるっていうのが本当でかいんで。スマッシュ。
スマッシュスマッシュ、パンチアウト。いやー、まあいいわ、まあいい、まあいい、全然いいよ、全然いい、全然いい。これちょっと厚めの発展パターン。よしよし、5聴覚20加わった。オッケーオッケー。いやいや、全然オッケーない、オッケーない、オッケーないよ。おい、ラッキーねえ、ちょっと負けるんだけど。あぶね、ギリギリ、ほんとギリギリ。なんだよなんだ、まあいいわ、まあいいわ、まあいいわ。よし、これちょっとあと20ゲーム頑張ってくんねえかな、郷大寺。なんせね、5聴覚でボーナス引くっていうのが一番手っ取り早いんで、ボーナス、それも BB だよね。滑ったぜ。ちょ、レーク。ああ、サラリーマン番長以来の投げっぱなしエア。無理。おーおーおお、たまにはね、そう、たまにはね、たまには勝ってくんないとさ、うん、うん、なんとかなってんな、おい、ほんと、もう足引っ掛けそうになりながら、もう、よし。よしよしよし、もうよしよし、いやもうマジ身が持たねえよ、幸せまだ負けてるけどね、ちなみに僕まだ負けてますんでいやもう 11.7 分の1引かなきゃ。ああ、引いたわ、ギリギリセーフ。頑張ったー、230ゲームゼロから持ってってるからね。うーん、よし、一角
Your cherry is cake. Thank you. Together.セクシー。おー、チャンス目、一角。指差し角に、よし。ねえ。さあついにプラスマイナスゼロラインまで来ました。投資1万5000円ですから750万円、まあ、46返しだったとしても余裕プラですね。そして5大地いい感じだな。5分の1全く引いてない。 OK、5分の1全く引いてない。あーんだ、よしよしよし、チャンスベル一発か。 OK、 ただちょっと RB 臭いな、このままだと。あーだ、おお、ベル引いたぞ、上がれよ。よし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 、やっと BB2 回目ですよ。はい、お待たせいたしました。トドロキ BB 消化したいと思います。よしよし、赤だ。 10% 2回で一応期待度 19% とはいえ、サンキュー。 やっとなんかすごい、すごい楽しい。お前番長、お前楽しいぞ。うん現金なんだね、我々バンバカは。うえー、頼む頼む、ここは負けちゃいけないやつだ。ああ、いや、それ負けちゃあかんって。はい、ちょっと試験的にね、こっち側からの絵も試してみたいと思います。はい、でちょっと3桁目が、100のくらいが見えないんで、そこはしっかり口頭で伝えてテロップでフォローしていきますんで、よろしくお願いします。よし、レア役チャンス目一角と、ようやく確定対決。もう一回レア役、よし、チャンス目、これだとスマッシュがよく見えるんじゃないか、お前らに。スマッシュ、これ強烈役だったらご来光だからね。よし、ダメだ、全然ダメだ。
さあ金剛峰のうまみをね十二分に発揮してもろて、よしよし、これ強いからね、中対決以上期待。お、逆に中対決以上期待って言って弱対決、やっぱスマッシュだわ、時代はスマッシュマジ、うん、お、ちょっとレバー的な絵的なものでこれ左から取った方が良さそうだな、ちょ調子乗った、これ調子乗ったわ、あーもうそれじゃ弱いわ、最初から出しとけって話、あーもういやー出る一発じゃ、さあ確定対決です、チェリーだったらご来光だぞ、さっき2ゲーム連続で引いたチャンス目の1個がもう1個残ってるっていう、さあ1700枚ということでございまして、あと750枚ですね、しますちょっと複合技でいくわあっちいいなイメージはできてんだよ、ボーンボーンボーン、やな見てろ、早打てとか言ってんじゃねえよ、うわだよ、しかも全然30とかだし、もうねえやっぱレアクなんだよね、分かってる、うーんでも今俺20分の1引いたの褒めてほしいな、しかも12万役の方はい105ゲーム最終ゲーム、まあ直撃の AT からでしたけどだいぶ伸びてはくれましたね、もう一声欲しかったです。
はい、あと投手分枚数重ねることができればライズアップいくんですけども、よし、10投までいった。これは強対決、引いては確定まで期待できる。よし、よし、オーケー。ああ、もうやりすぎ、やりすぎ注意報だ、やりすぎ注意報。いや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 、ここは BB を決定づけるがゆえの欲しかったけど、まあいいわ。はい、あ、青確定してますね。はい、これ強いんじゃないか。はい、よし、はい、はい、はい、楽しい。さあ、2回目以降は弱いんですけど、なんとかならんかね。よし、 OK、 OK、 3発来たぞ。よし、しかも赤コパンダちゃん来たよ。よし、確定対決。50きた。ねえ、お、ありがとう。終了画面出ねえな。このままだと僕の予想設定4って言うんですけど、終了画面の出現状況的にですね、無理やって、ほんとあのちょっと出てた時にもう行ききんなきゃダメだったってこと。どうすんのこれ。もう3時間ぐらいグダグダなんだけど、出玉的に本当に。お、ようやく天国ですか。天国一度もないんでね。よーし、よしよしよし、これは天国だろう。よーしよしよし、香り嫌がるぜ。14ゲーム目、ようやく天国か。おい、もう5頭まで積んでんのに閉まるっていうね、最高かよ的な、最高かよ的な。お、もう落ちてこねえだろ。あ、ねえ、ちょっともういいから、もうもったいないから、もう分かったから、もう9位。はい、38ゲーム、38ゲーム。お、直撃でございました。お母さんたち、お母さんたち、2回目、これでちょっと5って言おうかな。
さてはこの台5だな。5のまあちょっと殺されずに済んでるやつみたいよし、得意の、まずはじゃんけんだ。最初はグーからの、あっち向いて左、違う、左、あやっぱりね、自分の得意な種目は見つけていくべきだと思うんですよ。やっぱりこいつとやっていくためには、僕はあっち向いてほい得意です。どうしようもないんだよ、ね、増えようがないっていう横浜でね、6っぽい台打った時と同じ展開ですよね。当たるんだけど増えなくて、減らないんだけど伸びなくてみたいな。はい、累積天井で BB 確定。ここまでだな。今日は京都に移動があるから、だから1万5000かける46枚なんで690枚の745枚交換というところでちょっとフィニッシュしたいと思います。はい、お疲れ様でございました。690枚、1万5000円の46枚、690枚投資の745枚でございますので55枚プラス、まあ勝ちは勝ちですんで胸を張りたいと思います。で、予想設定ですけれども、直撃が2回やりました。で、なんとモード A 確認できたのが、まあおそらく1回あったね、あの100から150の間で普通に弱対決出てきたのは、あれは A って判断していいと。なんでモード以降も非常に優秀で、かつチャンスモード行った時の確定対決の持ってき方がやっぱり 4割ぐらいありましたよね。4割どころじゃなかったかもしれない、うん、っていう結果から設定4、5、6のいずれかではあろうと言うんですけれども、じゃあそこで何で判断するのって言ったら終了画面ですね。設定示唆って言われているものが1回しか出ませんでした。これはちょっとその近頃の台との終了画面の特徴で考えると5、6は厳しいのかなと。なので4、予想設定4で、あとは終了画面の引きが悪かった5、さすがに6はないかな。でも楽しかったんで、最後ちょっと3時間4時間相当揉まれましたけど、まあそれなりに戦いどうやって増やせばいいんだろうっていう思いは今もあるんですけども、噛み合いさえすればなんとかなるのかな。だから1回バーって1800枚ぐらい出た時にあそこで行ききんなきゃダメだったんだろうなってちょっと反省してる部分ですね。というかまあおそらく袋井が6台とも4、5だったと思うんですけど、僕の右隣なんて言ったら本当3000枚ぐらいの前で、今2000枚ぐらい出てみたいな、うん、まあ状況はいいんで、今後もやっぱり6はきっとコンコルドはあるだろうと予想してですね、両番引いたら番長4打っていきたいなって思いました。はい、終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。